高知県代表、高知ユナイテッドスポーツクラブ監督の西村です。高知県代表として5年連続の天皇杯の出場となりました。昨年は2回戦で敗退しました。今年はまず2回戦突破を目標にやっていきたいと思います。今年のチームの特徴は攻守にアグレッシブに、自分たちからボールを動かし、そして相手ゴールに迫ってゴールを奪う。そして守備の面では自分たちからボールを奪いに行き、自分たちのゴールを守る、こういう積極的なサッカーをやっていけたらと思っています。今年はコロナウイルスによって第100回天皇杯記念大会が非常に得意な形で始まっています。J リーグの参加も少ない中、ぜひ一つでも多くの試合に勝ちたい。高知県は今まで天皇杯で3回戦を突破したことがないと聞いています。ぜひそれにチャレンジできるよう全力で大会に参加したいと思います。応援よろしくお願いします。